Radio アクアス。アクアス。アクアス。ドゥルドゥン。アクアスエイト。ドゥワー。アクアスエイト。木八。木曜日、今夜も那須塩原市疎水スクエアスタジオアクアスから生配信でお届けします。担当は私のこと、はい、DJ トムです。はい、コウさんです、はい、音声は和光です。はい、そしてギャラリーダーキャンです、はい、はい、そしてですね、今夜のゲストさんは、はい、新選組ではなくですねNCC の、マシコタクヤさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。レディオアクアス、那須野ヶ原ピープルパート1。すごい、よく読まれてます。もう完璧に読まれてますね。はい、まあかなり複雑な作業ではあるんですけどね。そうですね。うん、難しかったです。難しかったでしょ。はい。はい、ね、早速ですけども、はい。はい、NCC さん。はい、うん、これは。どちらにある会社なんですか。栃木県の、すいません、栃木県ですよね。大田原市の、はい、若草でございます。に事務所があるんですね。はい。はい、若草事務所。さ、うん、なんて言ったらいいでしょうね。中心地からちょっと外れてますけど、うん、はい、大きな通りから見えるモダンな建物とご紹介したらよろしいでしょうかね。そうです、うん、でもちょっと目につきますよね、あ、そう、あの建物はね、うん、ね、うん、ちょっと周りとね、あの外観というか色とかもね、うん、うん、まあ、リスナーさんに想像できるように説明できると最高なんですけどね。あのね、可愛いピアノさんが入ってる、ね、はい、の隣商業ビル、はい、うん、ですよ ね、 ですね。結構可愛いピアノさんはみんな分かってるんじゃないですか。多分有名ですよね。はい、そこにあの本拠地があるという。お、 なんで NCC なんですか。あの日本クリエイトセンターっていうの略、略で、はい、NCC なんです。おお、クリエイト、想像するですね。クリエイティブな人たちが集まってるっていうことですかね。いや、なんかいかにもそんな感じいかにも、うん、うん、ありがとうございます。なるほどね、うん、まあ、私もちょっとクリエイティブなことにうるさいっちゃうるさいんですけどね。あのつまみを作るとか。うん、確かに違う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 、はい。そして、主なお仕事っていうか、はい、あの業務というか、主な業務ですとイベントが主、うん、イベント、はい、市のイベントとかたくさんあると思うんですけど、そちらも、うん、まあ、会場設営させていただいたりとか、うん、当日の運営で、あと音響として入らせていただいたりとか、うん、あとは音響じゃなくても、あの、まあ、サポート的な形で、うん、あの、まあ、そのイベント自体の運営をさせていただいております。うん、具体的にはこう、はい、今まで何だろう、こう、このイベントやったよみたいなのとかは。そうですね、市のイベントなので、うん、まあ、お話ししていいものかちょっとあるんですけど、あ、はい、はい、ピー入れてください。まずそう、いや、ピーってあの機会がないから誰か言うようですよ、口でね。まあ、いろいろ市の方でもやらせていただいてますし、うん、小田原市に限らず那須塩原市でももちろん、うん、あとは那須町とか県北を主にやらせていただいて、うんうん、あとは宇都宮と、まあ、少し南部の方も、うん、携わらせていただいておりますね。うん、意外とイベント屋さんって、あの、なんだろう、大切な仕事をしてる割には、まあ、目についちゃいけないんだろうけど ね、 そんなに、ね、目立つの、そうですね、うん、でも、なんだろう、あの、普通のスタッフとかが準備に行く前とか、うん、その前のあたりがね、すごいね、活躍とかしてたりしますよね。うん、そうですね、あまり表立って目立った仕事ではないと思うので、うん、ま、あの結果で
ね、すごくいいイベントができて、うん、あこれって誰が企画したのとかどこが手掛けたのっていうことですよ ね、うん、ですね。最初からこのイベント屋さんがやりましたと、まあ、そういう全国区ではそういう有名なところもあるんでしょうけども、うんまあ、そうですね、あまり、うん、本当表に出ないようには、ね、そうですよね、はい、イベント屋さんがメインじゃなくてイベントがメインで、でもさ、我々一般市民の目に触れたり耳に聞こえたりはないかもしれないけど、うん、その市役所とか、うん、今町役場ってないんだっけ、市役所でいいのか、うんうん、市役所の中の人たちにはそのなんとか企画家とか、うん、なんだろうイベントやるような関係のところは、うん、いやもう NCC さん頼んだきゃ間違いねえからとか、うん、結構そういうところでは話題になってるんじゃないのかな、うんうん、そっか、だって市の職員の人らだって楽したいでしょって言ったらちょっと語弊がありますけどね。でもそうだよね。うん。てか安心して任せられるところ、決してあのほら市の職員さんもイベントのプロではないので、うん、やっぱりそこはプロに相談しながら、その市民のためにいいイベントをやりたいっていうことで頼りにされてるっていう方のが正解かな、ね、ね、一般の人たちがイベントとかの、まあ、主催とか、うん、イベントをやるとして、うん、こういうプロの方から見て、あの気がつかないだろうけどこんなところにこういう仕事があるよみたいな、うん、仕事っていうか作業みたいなのあるよっていうのはなんかありますか？そうですね、まあ、イベントとかに来られるお客様の方ですよねから見て、そうですね、まあ、普段は気づかないだろう、普段の人がちょっと気がつかないようなところがあるけど、こういうイベントのね、うん、あの力もあの縁の下の力持ちの人たちがいるから、うん、こういうとこ、うん、スムーズに回ってるんだぞっていっぱいあると思うんだけど、逆にもうその仕事でやらせていただいてるので、うん、その観点ないんですよね、はい、うん、当たり前の世界になってしまってるので、大体どういうことから入っていくんでしょうかね、こうイベントをまずこういうイベントをやりたいんですけどって言った時に何からこう決めていくっていうんじゃないけど、うん、そうですね、あの、うん、もちろんご屋さんにもいりますし、どういった内容をしたい、うん、もうその何もあの案がないってなった時には、うんうんうん、例えば工場で、うん、工場の感謝祭をしたいってなった時には、うんうん、じゃあどういったお客様向けなのか、うん、あのまあ、家族内だけの内部だけのものなのかっていうのを聞きしたりとかして、うんうんうん、まあ、お客様のニーズを全部聞いた上で、うん、ではこういうのはどうですかって形で提案していく形ですね、うんうん、提案型っていう感じですね、そうですね、はい、うん、逆にもうある程度こう決まっててっていうのだったら、じゃあ会場はどことか、そういう形なんか、会場ある程度決まってるものと会場も元から決まっちゃってるので、うん、まあ、向こうの方で提示したものを全てご用意して、うん、まあ、いついつまでにあの会場を作るのか、うんうん、あとは当日必要な、例えば音響であれば、うん、マイクは何本必要なのかとか、うん、あと電気を使うのであれば発電機のご用意とかも、うん、何ワット使いますかとか、うんうんうん、そういったところで細かなところを決めていく形ですね、うんうん、じゃあもうイベントとかは例えばね、ちょっとここら辺の大きな企業さんとかでイベントとか全然関わったことない人がそういう担当とかになっちゃっても、うん、とりあえず、まあ、相談すれば大丈夫かなっていう、そうですね、はい、こちらの方であの逆にあのあ、はい、お聞きしたりするので、あ、なるほどね、はい、ちょっとあのいきなり聞いていいですか、はい、相談無料ですか？無料です。あ、なるほどじゃあ安心ですね、はい、はい、あのね、30分5000円ですとかね、それはさすがに取れます、多分持ってるとこないんじゃないですかね、そうですか、うん、じゃあまずはね、相談からね、安心して ね、はい、あの伺える、おっしゃっていただければお伺いいたしますので、はい、夏は忙しかったじゃないですか。夏、そうですね、どちらかというと秋の方が忙しいです。秋の方が忙しいんだ。秋にかけてるのがだんだん増えていくので。あ、そうですか。だって秋、老人会とか忙しいんじゃない。うん、そう、行きます、あの敬老会に、ね、うん、お囃子ね、今年も。あ、お囃子、あれ議員さんとかもなんか結構呼ばれるみたいですよ、みたいですけど、私あの今回初敬老の日なので、うん、当選してからまだね、オファーがあるかどうか分かんないですけど、うん、とりあえずお囃子会ではあの敬老会に呼ばれて演奏はさせてもらいますね、うん、例えばその自治会とかの敬老会とかの規模でも、う
お手伝いしてもらうことってあるんですかね。そうですね、もちろんそういった小さなというか規模の少し小さなものでもお伺いするんですが、はいはい、まあ、なかなか逆にないですよね。どうしても予算を抑えたいとかっていうので、どうしてもこちらで動いてるので、なるべく自分たちでやりたいっていうのがやっぱり多いですよね。本当予算決まってて、ね、そしてね、今ね小さい規模じゃないんですよ。高齢化なので、多いのすごく、私が呼ばれてる敬老会なんかは70人ぐらいいらっしゃいますね、お年寄りが。それでもその地域のお年寄りの半分以下です。だから実は全員来られちゃうととっても大変みたいになっちゃうので、うん、そうです。だから結構大きいですね今ね、敬老会は。だから鹿島さんとかそういうちゃんとしたそういうとこ借りて、そうなんですよ、公民館とかじゃ全然入りきれないし、あと、まあいろいろ問題あって公民館とか結構古いとこが多いからバリアフリーじゃなかったりとかして結構危ないとかっていうので、ちゃんと安全な会場を借りてやるっていう、まあ敬老会の話ですがね。そうなるとあれですもんね、会場には設備整ってますから。そうですね、逆にそうなるとお手伝いすることとなると、まあ看板作ったりとか、こんなチラシを作ったりとかっていうところになりますかね。そうですね、まあ、そういうところもでもね、そういう手伝いはね、はい、そうですね、ね、はい、できますよね、大変な思いしてるところにはぜひ、こちらに今、パンフレットを見させていただいてるんですけど、これ、身長って言わないの、高さ20メートルぐらいとかあるのかな、クマとかいろいろキャラクターがイベント会場とか行くとたまにいるじゃないですか。こういうのも用意していただける。そうです、はい、ビッグベアって書いてあるからね。ビッグベアですね、レアが入ってこう立ち上がるやつ。そうです、送風機で全部立ちないですね。お子さんには大人気のこれ気球までありますよ。これ気球も飛ばすんですけど、過去に1回だけあるんですよ。だなかなかやはり気球を飛ばしたいっていうお客様が少ないので、はい、昔はさ、アドバルーンって言いましたっけ。アドバルーンありますね、デパートとかね、はい、ああいう、いや、アドバルーンって言ったらパチンコ屋さんでしょ。あ、そう、未だにあります、ね、パチンコ屋さん。え、未だに未だにあります、ね、回転回転とか、そのなんかイベントっていうんですか、イベント、はい、これはちょっとジャカジャカ出しますよみたいな日とか。そうだと思います、はい、どっかで見たよ。最近あんまり目にしない気がする。寝台入れ替えとか宇都宮とか。詳しいね、師匠。今でやっぱ見ますよ。あ、そうですか、あんまり上見たら歩いてないのかな。ね、今度気をつけて見てみましょうね。あとは何かこう、なんだろう、パフォーマンスする人とか、はい、歌い手さんとかそうですねの手配もやっていただける。はい、はいはい、例えば司会する人がいなかったらそちらも、はい、司会 MC として用意しますし、はい、司会ってマシコさんがやる。さすがに私はやらないですよ。いや、結構人気出そうな。いやいやいや、ね、キャラがね、プロの方にお願いして来ていただきますね。私だったらお安くしますけどね。番組中は値段交渉はあるからさ。そしてイベント以外にもはい、ありますけれども、そうですね、本当に何でも屋さんって言われてるんですけど、はい、まあ、内例グッズだったりとか、まあ、団体さんの、オリジナルグッズを作ったりとか、はいはい、あとは会社企業様の、チラシとか、パンフレット冊子を作ったり記念紙を作ったりとかっていうのも印刷物だったりとか、はい、あとはそうですね、本当細かな商品までいろいろ取り揃えてて。逆にできないことあるんですかって言われるぐらいなんですよ。じゃあ、できないこと何なんですかって聞いていいですかね。できないこと、そうですね、何ができないんでしょう。そのぐらい、家を建てるとかでいいですね。あ、でもなんかさ、ハリボテじゃない、ハリじゃないけど、ね、あ、映画のセットみたいな、そうあれがタイプでしょ。そうですね、はい、ね、バタバタバタっとね、一日で足場組んでとか、ね、可能ですね。うん、うん、できないことね。逆に、そういったお電話いただくんですよ、これ考えてるんですけど、なんかどうしたらいいですかねっていう感じで、こちらの方でいろいろご提案、イベントに限らずですね、いろんなこと
あのお電話いただけるので、なんか喋んないと番組なんですけど、そうなんですよ、ちょっと見ちゃってて、なんかこう情報が多くて、そうなんですよ、どこからちょっとこう話の、ね、確かに、例えば運動会なんかだったらどんなことを、はい、運動会だとまあテントを立てたりとか、あとは運動会のその綱引きの綱だったりとか、うん、得点板とか、うん、あとは入場門とかですかね、あ、それとも全部持ってるんですか、持ってます。何でも出てくるんだよ、ドラえもんのポケットみたいに、ね、言っても本当に言っていただければ、すごいなんか言いたくなっちゃうね、これある、ね、あれあるとかって言って、あ、ね、玉入れ用の玉は何玉ぐらい、玉入れ用の玉はそうですね、200ぐらいはあるんですか、そっか、そういうのもあるんだ、そうですね、ね、あのなんだっけ、こう野球のピッチャーみたく投げて、こう12345のあの9枚の札はストラッカー、あ、ストラッカーですか、あります、あるんだ、ほらあるあるのよ、夕暮れは何でもありますね、あれもあるんでしょ、あの綿飴作る機械あります、あるんでしょとかね、そういうそういう聞き方じゃない、ありますかって聞かれて、あります、へえ、楽しそう、なんかあれよね、あの和光さんのさ、その大道具さんとか小道具さんみたいにこうね、その舞台に必要なそういうものを何でも、うん、そうですね、何でも本当揃えます、うんうん、でもあれだね、まあ、いあのお伺いできないけど、うん、このメンバーでちょっとあの倉庫見学させてくださいって入ったらさ、うん、出てこないね、みんな、出ないと思う、なんかあれじゃないですかね、行きたいと思ったねえ、もう和光さんなんかもう行きたくてしょうがないよね、このみたいな俺これ欲しかったとかね、うん、あ、でもそういう視点でいいんですよ ね、 そうね、こんなのは必要だよねとかあったらねとかね、そうですね、うん、うん、はい、で、ね、もう番組ご覧の皆様ね、お気づきというかね、この益子さんのちょっとなんだろう、このね、誠実そうでちょっと甘い雰囲気がありがとうございます、なんかこう、あれ、ジャニーズにいらっしゃる、いやいや、いないですよ、あ、そうですあの、12月31日に解散するとかって、あれ、そこでじゃないのね、そうですね、うん、でもなんかちょっとね、いろいろ聞いてみたくもなりますよね、ね、うん、じゃあ最初一応あの女子代表ということで代表って一人しかいないからいやいや、このスタジオの中で一番お綺麗ですよ一人しかいないからいやだからまあ冗談はあれだけど、はいはい、あのちょっとお年はいくつなの、年下です、27、20代かなとは思ってましたけど、いや、さっき解散する人と一緒にしたら怒られるぐらいの年齢じゃない、いやだからその解散した人の後を行く人、あー、うん、とかまあ、うん、そうそうそう、うん、え、血液型は A 型です、 A 型、はい、あー、今日占いしてればよかったね、失敗だった実は私占いもするんですけど、あ、そうなんですか、そうです、ここ、それは気になりますね、はい、じゃあ番組の後にお願いします、はい、わ、はい、かりました、はい、はい、あれ、ご結婚はされはしてないです、あ、はい、チャンスですね、指輪してないもん、え、指輪してないもん、チェック済みで後もないし、あ、わざわざはずないですからね、え、でも結構持ってるタイプ、いや、全然ですよ本当にそんなこと言ってますよ、ね、全くです、まあ、この中だったら持ってるタイプになるよね、きっとね、そんなことないですよ男らしさがないって言われますね、男らしさがない。でも今そんななんだろう、なんつうの、昔かたぎのね、侍みたいな人よりも、うん、なんか益子さんみたいなタイプの方が人気あるんじゃないですか。どうなんでしょうね。うん、もうちょっと若ければあれですかね、若い世代であれば。27十分若いですよね。十分です。うん、お仕事以外の趣味とかっていう、はい、趣味ちょっと気合入ってきました、そうですね、これといった趣味ってないんですけど、本当お恥ずかしいんですが、コスプレするのが好きなんです、おっと
や大丈夫かここで言って大丈夫です、ね、これといった趣味ないんですけどの次それさすっごい趣味趣味ですけどねそうですかねこれと言ったって言って、はい、あんまりちょっとやる人いないですよそのイベントとかは出ないですただ本当自己満でそれはもう本当にヘビーだわ温度が上がったよね今例えば具体的に言ったらどんなコスプレコスプレ分かりますかねボーカロイドって分かりますいや、わからない。何ですか、それ。わかんないね。あ、ボーカロ。わかった？うちの娘は、なんか、ボーカロイド、ボーカロイドあの、よくボーカロって言ってたんですよ。あ、ボーカロイド。あ、はいはい。あの、初音ミクちゃんとか。あ、わかったわかった。あ、ボーカロイド。発音がちょっとほら、悪かったね。まあ、それのキャラクターで、何点か衣装があって。あとは、アニメですかね。アニメ？アニメは、例えば。アニメは、歌のプリンス様って知ってます？分かんない今度それで来てもらおうそうですねいや分かりましたどういう風にコスプレするんですかいやもう本当純粋に、まあ、普段と違うっていうかなんですかね違う衣装をまとうと普段の自分じゃなくなるんですよあそうだ衣装って例えばあの初音ミクちゃんの格好もしたりするうわさすがに女装はしない女装はしなくて、ね、男性キャラ、ね、男の子キャラで髪の毛とかさ、金髪の子とかいるじゃん。そうですね。まあ、ウィッグ自体はそんなに、うん、個数持ってないので、うん、あの服を着て、まあ、ちょっと首から下を見る感じで。あ、首から下なの？顔はメイクしたりとか？顔は全然しないです。顔はしないです。あ、こっから下。それ鏡で見るわけ？鏡で見て、うん、満足してるわけですね。でも写真撮って友達とかに送る、まあ、友達には送るんですけど、うん、よく Facebook とかあとはLINE のアイコンにしたりとかしますね今現在の Facebook の Facebook のプロフィールはスーツの姿なので今と変わらないですつまんないねそうですつまんないですねいやぜひじゃあ写真とか探すと出てくる多分 Facebook さあの遡るとありますね、はい、探そうそれはコスプレに目覚めたのはいつからなんですか？いつでしょう。でもそんなに本当前じゃない最近ですね。2年経たないぐらいです。きっかけみたいなのあったんですか？きっかけはそうですね。SNS で知り合った方と、うん、よく遊ぶようになって、うん、でそこからですかね。いろいろアニメとか見始めたりとか、うん、で、まあ、その方がちょっとコスプレをする方だったので、うん、ちょっと一緒にやってみたりとか。あ、その師匠なんだ。はいそうですね、はい、師匠はどんな感じなんですか師匠はもうがっつりやってますねねえ、なんかそんな気がするんだけどさね、ちゃんともうメイクもしてみたいな、はい、女装もしちゃう女装はさすがにしないですあ、みんなだった男の方で女装はなかなかいないんじゃないですかねあ、そうですか多分コスプレとしては多分あまりいらっしゃらないあ、そうですか、はい、このね、インターネットテレビのね金曜糸っていう番組の、はい、パーソナリティのガリさんは、はい、なんか女装してましたよね、着物着てねそうだっけ、うん、ああね写真撮ってたの、うんうんうん、あでも塩原にコスプレの人が集まるやつとかあれ見てても、うんうん、やっぱり女子が男の格好は結構いるけど、うん、やっぱ逆は少ないかもしれないね、うんうん、あれすごいあ塩原のそういうイベントとかに出たり実際は出たりとかその見たりはしないんですよ行ったことないです、ね、行ったこともないですあ、そうですか、はい、行ってみたいなと思うんですけどすごかったです、私見ちゃってびっくりしたう、ねうん、白鸚とかのね、はい、コスプレとか、はい、もう追っかけてっちゃいましたいやそれがね、水とかがすごい冷たい時期に、うん、なんかのね、シーンを撮ってるそれ、うん、なんかその元のアニメかなんかのシーンを撮ってるみたいなんだけど、うん川の中に膝あたりまでこう入ってポーズつけて、うん、カメラ持ってる人ももう水に入って、うん、そんな今みたいな暑い時期じゃないんです、うん、いやーあれいやプロのモデルさんとかだって、うん、あれ大変だろうなっていういやある意味すごいプロ根性ですよねうん、うん、完璧にやりますかね、やっぱり手作りで作ってるいや本当に完璧だった見た時に、うん、うわ再現してるわ、うん、みたいなすごいですよねうんあそこまでできたらちょっとそれも願望あるでしょそうですね、まあ、ちょっとやってみたいなとは思うんですけど、うん、ちょっとまだ一歩出せてないところです、ねうん、でもこの顔立ちだったらば、うん、ちょっとメイクとかしちゃえば結構いろんな、ね、女性もいけそうな顔立ちだと思う身長が、まあ、あ身長おいくつですか179あるあ結構高いわね
あの素足でさ、かかとにこうハイヒールの絵を描くっていうのはどう？それならまだ100何キロかそれにいかないです。それこそクリエイティブだね。あ、そっか、クリエイティブなんだね、コスプレって。そうですね。ね、もうぜひ音響やりながらコスプレをしたいぐらいなんで。あ、それいいよね。ちょっと表立っちゃいけないかなと思って、そこはちょっと。そうなんですね、はい、じゃ あのプライベートで自分のイベントかなんかをやるときそれ依頼されたらやります。依頼されたらやります。はい、喜んで コスプレしてピーされたらやりますか。喜んで。喜んで。でもあれだよね、こういう、あ、こっちか、案内のところとかにさ、イベントの、うん、で下にさ、うん、あのオプションでコスプレとかって書いてあったら、何ですかこれって感じだよね。本当、でも面白いと思う。うん、あ、でも、うん、なんだろう、ね、そういうスタッフ側も、もう参加者さんとかとね、一緒になって、うん、楽しもうみたいな雰囲気作りはいいかもしれないですね。そう、結構あるよね。あのふれあい祭りだってなんかのコスプレのやつあったでしょ。ああ、ね、うん、なんかあったよ、コスプレして、あ、モノマネする、モノマネかで、すごいコスプレしてやってるとかね。だから結構なんていうの、認知度が上がってきてるっていうか。うん、で今日ボスは何のコスプレの。私はこれ地のまんまですよ。あ、そうでした。何ですかそれ。失礼しました。あの初音ミクシャに見えます。はいはい。はい、ということで、じゃあちょっとね、お話を戻して、じゃあこのイベントとかをもう一度ちょっと頼む時に、はい、どんな、最低このぐらいは準備してほしいとか、なんだろう、心の準備だけでいいのかな。そうですね、本当何もなくても一からの、はい、制作が可能なので、そういったイベントをしたいと思ってるってだけでご連絡いただけるだけでも、はい、なるほどね。じゃ提案型のね、こういうのはどうですかとかっていうような、ね、うん、はい、そこから、はい、ゼロから、本当にゼロから でも、うん、やりたいけど何やっていいか分かんないよっていうのね、はい、あれば、うんうんうん、もう相談させていただきますね、うん、もうあれですよね、規模とか、まあ、個人であるとかお役所の方であるとか、もうその関係なしに、そうですね、とりあえずお電話くださいみたいな。そうですね。電話番号というのはこれ言っちゃいいんですか。どうなんだろう、あ、別に差し支えなければ。はい、会社のですからね。会社おたらになるので、はい、まあ、0287の23の4565です、はい、何かありましたらよろしくお願いします、はい、ねえ、きっと結構今いろいろこうマルシェとかさ、いろんなね、こう小さいイベントっていうか、個人のイベントとかもあるから、うん、需要が高いんじゃないですかね。うん、なんかね、今番組ご覧の皆様には分からないと思うんですけども、チラシを持ってるコウさんの姿がすごい異様な雰囲気で今立っておりますけれども、でもまあ画面にはね、綺麗なパンフレットが見えてると思います。はい、見えてますね、はい、でもこれ NCC って覚えやすくていいですよね。うん、うん、ですか。とりあえず、もう今日は遅いんで、まあ、ちょっと気になった方は明日にでもね、電話 し、うん、していただくか、あとは検索でもあれですよね。そうですね、インターネットありますので、はいはい、検索して、お問い合わせをよろしくお願いします。営業日っていうかお休みとかはあるんですか、ね。まあ、基本的には土日がお休み、はい、お休みになってるんですけど、うんうん、まあ、イベントは土日やるので。そうですよね、うん、はい、はい、で相談業務はだいたい月曜日から金曜とかっていう感じですかね。私の方は直接私の携帯番号を知ってる方だと、うんうん、いつでもかけていただいて、はい、うん、まあ、最初は会社の方にね、うん、連絡を入れていただいてというか、ね、はい、じゃあ次のコーナー行かせていただきましょう。はい、レディオアクアス、イベント上、もう一回ジングル入れて。なんだっけ。
耳よりレディオアクアス耳より情報局もう打ち合わせ内容30分経つとすっかり忘れてる本当だね本当に忘れたね魔行は大丈夫って言ったのにねあ言ったねそんなことねじゃあ作業ダメで魔行いやいやあの場の雰囲気をね明るくするためにあえてね間違えるというのもね、うん、来たかと思ったよいやいや年齢的にということでですね先週あちょうど先週の今日かそうです先週ありがとうございましたお休みさせていただきまして、はい、私、はい和子ですラブ&ピースというねもう偉大なる面目のライブがそうですねはいどんな感じだったんですか第2回目ですよね2回目です去年です、はい、で今年はもう一部二部構成にしてうん、一部は愛というテーマ、うん、要するにラブですね、うん、もう単純ですけど、うん、で二部は平和単純だったら結構ミュージシャンの皆さんがね分かりやすかったですね、うん、逆にねそうですねあの曲とかこうね、はい、あの選曲するのもねだからその人なりの愛、うん、要するに男女の愛だけじゃなくて、うん、いろんな愛があるじゃないですか、うんうん、本当に身近な愛とかもっと大きな愛とか、うん、もうそれに沿ってねそれぞれこう選んできてくれて、うんとてもね、普段と違ういいライブでした。それぞれのミュージシャンが、ねうん、いつもとは違う、はいちなみにココブルーさんは何を歌ったんですか？ココブルーはですね、愛はまあ普通、要するにミュージシャン、うん、普段は愛は、ね、歌ってるんですよ。そうだよね、大抵愛の歌多いですよね。そうなんです。だからそれをどう説明するかって、うんうん、だから平和っていうのが結構ね、うんで平和っていうのもいろいろあるじゃないですか戦争反対とかそういうのもあるし、うん、家庭の平和だったねそうそうそう、うんうん、でその中でね君島大輔君がね、うん、ものすごいね平和についてもいろいろ自分なりに考えて、うん、すごいいいステージをやってくださってね君島さん、うんうん、よかったですよ、じゃあ本当に普段の君島さんと違いますねなんかね、うん、本当に気合入ってましたねあそう、もしかしたらあの前半の方は君っちょの愛はあの曲ですかもしかしたらいろんな愛がありましたよあ、うん、もうそのものズバリ愛はなんとかっていう歌あったよねありますねだ家族愛もあるしね彼の場合はあ親子の愛もねあるしねあと多分ワンコロに対しての愛を歌った人もいるんじゃないのかなあいましたね、うん、かなり出てましたねあそうワンコの愛はね、はい、かなり出てましたね、うん、Kさん Kさんね、うん、まあその模様は、ね別な番組でちょっとねご覧いただけると思います、うんまあ、ということで、うん、その、今まで数々のなんていうんだこう伝統に残るじゃないな歴史に残るイベントを重ねてきた守屋さんがこれは支店と言っていいんですかね、はい、支店どうなんでしょうね移るわけじゃないんですよね全然別の場所ですからね、うん2軒目と言っていいんですかね、まあ、ちょっと名前も変わりまして、はいレコード喫茶守屋、はい板室温泉板室温泉病院の隣ですね、はい昭和の香り漂うお店レコード喫茶守屋を、オープンいたしましたかなもうしましたねしましたよね、はい店内では懐かしいレコードを聴きながらゆったりとした心地よい時を過ごしいただけますということでどうですか懐かしいレコードってどれくらい懐かしい感じあレコード買ったことないですよねいいよ27歳だからないよねもう CD CD でしたねあの小さい CD はまだギリギリ小学生くらいまであったりしたシングルシングルですかねもうサイズがちっちゃいやつありましたね、うんはいうん、そっか
33回転とか45回転とか何ですかそれそれは LP と EP の回転数が違う、ね、話にも聞いたことないですかそれレコード一応実家には置いてあるんですが、もちろん親の親もですね親たったちなみにおいくつ58 あ、よかった、あ、よかった、上だったダキモスさんのところなんか78回転ですね、78回転ってどういうやつなんですか、師匠どんなやつってるか LP とか EP とかドーナツバードーナツバードーナツバーですよね。それでなんで78なんですか。なんか僕たちの前はあったんですよね。78だから回転が速いから、うん、それあの溝にさこう刻むじゃないこう、うん、マシンを、うんうん、だからそれがゆっくりな方が多分技術的には難しいから速く回さないとなんなかったはず、うんうん、それが技術が上がるとゆっくりでもどうにかね、うんうん、っていうことだとか。だから78なんだ、うんうん、最初にあじゃあレコードをはないから、はい、最初に自分のお金で買った CD って、はい、何でしょう。記憶にある範囲で結構ですが、小学校の頃に、うん、なぜかの広瀬涼子さんの、うん、何でしたっけ、マジで恋する5秒前、うんうん、あれを買ったのは記憶にありますね。あ、広瀬さんみたいなのがタイプなんだ。どうなんでしょう、記憶が好きだったんですよね私もあまりそこは記憶がないんですけど、まあ、まあ、でも綺麗ですよね。こういう若い方にはまあ、そうそう、あの昔を知ってもらう、うん、思い出すんじゃなくて知ってもらうっていうね、多分ね、親が聴いてたなこの曲とかっていうので、こう車にね、 お父さんとかお母さんの車に一緒に乗ってかかってた曲とかきっとあるかもしれないですよね。あ、でもなんだろう、私らあたりがよく聴いたあのなんだ、あの中森明菜とか増田聖子とかはね、はい、だから曲自体は知らないことはないんだよ、うん、曲自体はね、うん、ただレコードで聴いたことがないんだよ ね、デジタルですよね、うん、レコードもちょっとあったかみがあるというかね、うんうんうん、全然違うよね、なんかね、うん、こうなんかこうそういうジャンルとかっていうのは決まってないんですね、そのレコードっていうだけで。その昔で言うとほらジャズ喫茶とかさ あったじゃないですか。何でもありなのかな、ね、広いよね。広いですね、うんうん、でも同じ学年なんで。そうなんだ、大体似たような。あそういうことね。あとはね、あの多いかなっていう、これはこのレコード喫茶モリアではやらないでほしいんですけれども、うん、ないレコードを聴きたいって言うと、あの社長どっかから無理して買ってくると思うんですよ。だから絶対に言わないで。あとさ、持ってったらかけてくれるのかしら。そう、かけてくれるんじゃないですかね。自分のね、うん、持ってるけどもうプレイヤーが使えないとかさ、もう一回聴いてみたいとかね、うん、いいですね、それは、ね、いいよね、そのうちにあるやつ ね、持ってってね、聴いてみるとか ね、それでこの森屋さんの建物ってどんな雰囲気なんですか。建物ですか、うん、うーんとね、なんと言ったらいいんだろうな、もうこれをやりたかったんだって社長が言うぐらいね、お昭和時代のものがね溢れてるんですよ中に。うん、うん、あそう、やっぱり外海もね、やっぱり昔の感じですね、街が溢れてる。やっぱ昭和って感じなんです ね、昭和がテーマというか、レジもね古いのが置いてあってね、うコカ・コーラのね、瓶の販売機があってね、うん、瓶の販売機ちなみにジュークボックスあるんですか。ジュークボックスあるんだけどね、今動かないっていう、なんか直せば動くらしいです。レコードするジュークボックスっていうね、ね、うん、あの100円で3曲だったかな、私が記憶してる、ね、そう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 、はい、とこうレコードをこう運んできてこうね、はい、かけてくれて、そうそうそう、あれだよね、ジュークボックス用のってさ、うん、ドーナツ版っていうけどさ、うん、こう三角形にこうあったんですよね、あ、うん、けてるところにジュークボックス用ね、あ、あったあった、うんうん、いや私的にはジュークボックスより喫茶店のマスターとかが、うんうん、こうやって持ってさ、キューってあれで、あ、そっちの方がなんとなく、なるほど、
やってますよね、なんかね、あの辺でなんだ、やっこいあのあれでさ、あとスプレー、スプレーね、スプレーね、うんうんうん、あるある。あと入れ物もね、ビニールのあれもさ、わざわざ買ってきてさ、静電気起きないやつとかね。あのなんかこう嬉しそうにかけるっていうね。そうそうそう、うん、はい、ということで、道順は。ああ、病院のところか。そうですね、本当に病院の隣ですから、はい、うん、あれ今病院はやってないんですか、まだやってるんですか、伊丹室文書バス停下車ってなってますね。本当にもともとの伊丹室温泉病院の本当に隣ですよね、うん、道路沿いですか、そうそうそう、元は何か屋さんだったところを改装したんでしょうかね。そこはね、寮だったんですよ。寮、はい、おお、それはお店に改装したんですね。そうです、さんの会社の寮だったんですよ。ああ、うん、泊まれるようにもなってるんで、あ、宿泊完備、はい、まあこれを言うとね、怒られちゃうかもしれないけど、元寮だったっていうとね、篠原さんもね、うん、あ、誰もついてこない。あ、なるほどね。そうです、元寮ですね、元最古の頃、寮くん、そうだね、話を変えましょう。怖すぎる。ちょっと怖。まあまあまあ、はい、ということでですね、はい、でかい、今週末は、ね、まず温婚祭が、控えております。温婚祭、今までもあのプレイベントとか、何回も重ねてきておりますので、特にあの塩原方面の方とかは耳に、されてる方もいるんじゃないかと思いますけれども、温婚祭って通年でいくともう5、6年やってますよね。そうですね、うん、で、3年ぐらい前からかな、4年なのか、塩原はもう4年ぐらい前から塩原に場所を移しまして、今回は、日曜日の方のメイン会場は、塩原小中学校の交流ホールということでですね、こういうライブとかやってる方でちょっとピンとくる方来たんじゃないかと思いますけど、小中学校、あの学校の建物を正式に使わせてもらえるっていうと、結構それだけでもハードルが高いんですよ。で、まあ、そういう形で、塩原小中学校を舞台に、11時から夕方の5時まで、これ結構ね、長い6時間用意されてるイベントなんですけれども、主催者さんに聞くと、いやもう出演の希望者がいっぱいで、6時間でもやっとどうにか収めてる、収めてるって言ったらちょっとね失礼だけど、やっとどうにかこう、うん、そして、メイン会場はこの交流ホールとなるんですけれども、サブステージっていうのがですね、小学校から細い道を挟んで向かい側のところに、ありまして、そちらの方は飲食ブースと、サブステージが一緒になってるんで、うん、あのメインの方は学校の建物なんで、ちょっとあの飲み食いとかはちょっとご遠慮いただきたいのと、あとこう会場、交流ホールの中はあのスリッパで上がっていただくような形になります。そしてちょっとお腹が空いたなとか喉が渇いたなって言ったらば、交流ホールから出るとすぐね道があるんです、こう渡っていただいてサブステージに行きますと、なんと、そちらに喫煙スペースもあるという、タバコ吸う方はそちらになりますね、うん、で、南米スタイルのお食事とか、いろいろ揃ってますんで、そちらの会場でもあのあれですよね、メインもサブも全演奏者が回るんですよね、はい、時間をこう、変えて、だからまああのなんて言うんだろう、どっちかでずっと粘ってれば全員見られるぞという感じで、ありますし、誰かちょっと追っかけたいんであれば追っかけるのもいいだろうしという形で、そして今回は、福島からお子さんたちが、そうですね、小中学生、小中学生が、来日するじゃないね、何来る
いらっしゃいますんで。インバウンドじゃないで。それで福島のそのもともと、もともとっていうかもうすでにフォルクローレがあのこう盛んな町、うん、もう日本でも多分一番流行っ、うん、そうなんですよ、あのフォルクローレの日本代表を決める音楽祭があって、それが開かれている町から来ますんで、うん、でその子たちと地元の塩原の子どもたちが交流をするという、企画もありまして、うん、もういよいよ、栃木県の県北も塩原を中心にフォルクローレ、流行らせましょうというね、ところになってきましたという感じですかね、うん、この初日でよろしいですか、はい、そしてその前日祭があります、もう皆さんご存知の塩原物語館の方で11時から、あ、これは土曜日ですよ、前日祭だから土曜日の11時から物語館と、どこでしたっけ、藤屋さん、藤屋さん、あれ3カ所なんじゃなかった、2カ所、そうですね、3カ所のとこまあ、藤屋さんとメロンデーさん、パン屋さん、そうです、まあ、ご自分で調べるという努力もこれは楽しみのですね。はい、そして、午後の2時からは、毎月行われている藤屋さんの塩場ライブを兼ねて、行いますんでね、うん、こちらの方も、とて焼きを食べながら、うん、フォルクローレを楽しむ、うん、バスターミナルです、あーバスターミナルです、はい、うん、あの物語館の、道挟んで向かい側のちょっとほんのちょっともう見えるところですからね、うん、はい、そちらの方でも、聞くことができるということで、そしてその音コン祭に演奏者としてスタッフとして、大活躍の、ダッキー師匠心意気なぞ、そうですね、まあ、時間のある方はぜひ前日祭当日含んで来ていただければありがたいですね、ま、一緒に楽しめれたらいいと思います、また控えめだからもう時間のある方は時間を作ってこないと損しますよと、そうですね、高山先生の演奏も当日は聞けますので、うん、つうかそこ笑うとこじゃねえし来ていただければと思います、はい、なんで私がねギャグ言った時誰も笑わないのに、笑ってあげたじゃない , 笑ってあげた、そしてですね、日付的にはダブルんですけれども、20日土曜日の夜、うん、6時開場、はい、開演時間がちょっとわからないんですけども大田原のカフェバーパルスというところ、ね、おお、パルスさん、はい、うんうん、ホームページを見るとジャズライブと書いてあるんですが、ジャズではなくラテンですね、ラテンですね、マシコからネイバーズという2人組がやってくるので、入場料が1500円、プラスワンドリンク、うん、オーダーをお願いしますということで、うん、パルスさんって元のトライアルの前 の、ね、あの3つ店舗があるところかな、はい、ここを見るのを出させていただきましたけども以前、ああ ですよね、今回じゃないですよね、そう、松金ちゃんと一緒にね、ああ、うん、そうそう、思い出があるところで、はい、そこのネイバーズさんっていうのがね、うん、なかなかいい2人組で、うん、今回星旅祭りというのを、うんうん、10月にやるんですけど、はい、そこにも出演していただくので、ああそうなんですね、うん、そういえばですね、ココブルーさんがね県北のイベントとかでもうちょっと有名になりすぎてて、そうなんですか、うん、そんな話は聞いたことがないよ、いや、なんだろう、まあ、ちょっとこれは内緒にしておきますが、あそこと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 かでお店の名前出してて、うん、ココブルーのイメージなんだよねって、うん、ほーと思いましたけど、それはね番組終わってからちょっとねここでお話しますんでね、うん、聞きたい方はちょっと今、まあ、教えないと思いますけどもねはい、ということで、土曜日の夜はパルスに、うん、そうですね、はい、
そうだ、21日の日曜日、坂木原会館マルシェがあるんですね。あ、そうですね。今回もちょっとお誘いいただいたんですけども、ちょっと香港祭のお手伝いがあるので、今回ちょっとご遠慮させていただきましたけど、はい、初出店するお友達がいるんです。かなりたくさん出るみたいですね、今回。私のお友達でも初出店して、皆さんも知ってると思いますけども、郡司綾子さんが、モアライフというお名前で、あのアクセサリー、手作りアクセサリーの、これもね、彼女の手作りなんですけど、そうなんです。それで、あの初めてあのお店を出すということなので、ぜひね、あのご興味のある方は、あのね、覗いてみてください。はい、そしてあのそう温厚祭情報で一つちょっとね忘れてたんですけれども、あのグロテスクなものが好きな方、あのダッチョが関西から温厚祭のために帰ってきておりますのでね、会場で見られますんで、あのぜひこれをグロテスクなものだ、あのめったに年に2、3回しかね今ね見られないんでね、ちょっとあの楽しめるかと思います。そして、21日が焼いたります、はい、ですね、焼いた21日八方ヶ原でですね、ヒルクライムレースが、行われます。スタート地点がですね、長井のリンゴ団地があると思うんですけども、はいはいはい、そこの白石リンゴ園さんの前からスタートしまして、あの56号線山の上高原、あちらの方にずっとこう上がっていくコース、上がりだよね、本当ね、上がりです。で、当日はですね、あの観戦する方用に、あのバスも出ますので、はい、そのバスの時間等はですね、あの矢板市のホームページの方で見てもらって、確認を取ってもらいたいんですけども、何箇所かですね、あの観戦するスポット、いい場所がありまして、一番最初のスポットがですね、こちらはですね、赤滝高専って分かりますか？分かんない。赤滝高専って分かりますか？ああ、地図載ってるよね。あのちょっとしたこう温泉が出る場所は高専だから冷たいんだ、ぬるいんですけど、それで沸かすんですけど、その赤滝高専の近くのコースのポイントがありまして、そこがですね、ちょうどですね、勾配がすごくきつい場所で、難所なのね。そこから見ているとですね、選手が、ね、すごくきつい顔して上がってくるのが見れると思う。楽趣味だ。もう結構一応ここが一番多分きついんじゃないかな、勾配が。で、まあその選手が頑張って上がってくるところね。そうね、一番頑張ってる顔って言えばいいのか。はい、そういうところがまあ一箇所あります。あとはですね、あの二箇所目はですね、県道塩原焼いた線沿いにあります、これチェーンとかをね脱着する場所が一応設けられてまして、そちらの方はですね、あの勾配はきつくないんですけども、選手がまあこう言い方が余裕を持ってぐーっと走ってる姿が見れると、でコース先ほど言いました1、今言いましたコース2のところにはですね、トイレがちょっとないので、トイレがある場所もちゃんと設置されて、地図に掲載されてますので、あのトイレが行きたい場合はそちらの方に行ってもらうという形で、あとですね、ちょっと最近天気崩れてるんですけども、熱射病とかならないように、で当日ここら辺って自動販売機がないんです、だからに必ずね飲み物、あ持参でね、飲み物だけは持参してくるように来てくださいということです。で最終的にですね、ゴールはですね、大ママの駐車場と、大まま山の駅高原からですね、ちょっと左に曲がっていくんですけども、その駐車場で一応ゴールになってまして、最終の閉会式はですね11時で、スタートはね8時50分になってます。でお時間がある方はですね、あのバスの時間を見て、あの観戦しに行ってみてください。はい、よろしくお願いします。あれだね、温泉祭がなかったらでかいクーラーボックス持って、ペットボトル1本500円とかね、売りに行くんです。いいね、21日ね、私の、子供林もあるんですけど、
荒町観音様祭りといって、まあ、本当に小さいお祭りなんですけども、そこで子供林やります。で、荒町で模擬店を、焼きそば、焼き鳥、あと飲み物とかも出るので、まあ、そんなねハードなことやりたくないといって緩い感じでちょっとお囃子聞きたいなっていう人はどうぞ遊びに来てください。荒町公民館の脇でやります。そしてこれは来週になりますけれども、28日の日曜日セグロラチャリティ感謝祭2016ということで、宇治江駅の東口の広場、桜スクエアという場所で、行われます。開10時半から夕方の4時までということで、まずはどれが最初なんだろう、これかお囃子からですね、地元のお囃子会がありまして、その後11時30分からは、ラフ君ですね、水曜日のパーソナリティやっていただいている、ラフ君の爽やかな歌声を聞いて、その後、若いね1,2,3,4,5,6,7 7人のグループだけど足しても多分我々より若いだろうというぐらい若い、若いわ、はい、の、歌と手話、あ、手話なんだ、はい、そしてその後にバルーンショーということでね、多分風船とかいただけるんじゃないかなと思います。そして何ですかこれは、塩塩ブルーって書いてありますがなんでブルーなんだろうね塩原のブルーなって感じ、塩塩ブルーって、ここブルーさん、宇治江まで行くのらしいです。すごい、塩塩その日は朝は大田原朝市であ、朝市の日か、甲さんのカレーを食べて、はい、それからそこに向かうんですよ大変すごい、まあ、その他ね、午前中はパトカーに乗れるよって、逮捕されるわけじゃなくてね、あと食事とかいろいろ出るんですけれども、ね、ちょっとね、この、ココブルーの写真、これどこで撮ったんですか、これ。あ、ラブ&ピースの T シャツ着てますね。太陽の塔ですね。使い回し石屋さんじゃないですか。いろいろ経費の、ね、都合がありますからね、はい、ということで、はい、セグロラさん、地元の塩原で、オリジナルの化粧品とか作って、あとサロンとかね、マッサージとかいろいろやってますけれどもね、ぜひ、まあ、この機会にねちょっと、行ってみてください。そして、同じ日8月の28日日曜日ですけれども、ラクリン座さんの敷地の中で夏祭り、単純でいい名前ですね、夏祭り、はい、今年も開催ということで、ね、毎年やられてますよね、はい、餅つき大会とか軽食ミニゲームとか、あと演劇も見られるということでね、3匹のヤギのお話、おむすびコロリ、ということで時間がですね10時半からじゃないか、あれ終わり時間は書いてない、はい、という感じです、はい、で、さまざまなイベントとかねご紹介させていただいてますけれども、まずねこのね主催者の方たちとかねスタッフの方たち、こう言ったら失礼ですけども、なんというかこう無駄な努力をねしてましてですね、そうこんなに頑張らないでね、とりあえず NC さんに電話しなさいっていうことをお願いします。それを伝えたからで、この NCC さんに頼むとどういういいことがあるかというとですね、最近もうここら辺で噂になってるこの星旅祭り、そうですね、え、これそうなんです、はい、全面的にね会場すべてやらせていただきます。会場全般、あ、これマシコさんコスプレした違う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 、それはやばいはい、ということで、まあ、これからもね、何回も
何回もって言ってもあと一月ちょっとか。そうなんです。あ、まあそのうちちょっと特集号かなんかがね、うん、あるのかなとは思いますけれども、ね、はい、ね、とりあえず綺麗な、ね、ホームページができてるもんで、はい、うん、あの星谷祭りで検索すれば出てきますので、はい、そちらのホームページも、いや、この人はうちですね、うん、はい、ということで、詳しい内容とかはね、まだまだこれからお伝えいたしますけれども、うん、とりあえず日程だけ押さえておいていただければと思います。10月1日の土曜日、うん、新月の日になりますね。星がね、綺麗に見えるようにね。しかも、イベントの中で施設の電気を全部消すのを。そうですね。へえ、はい。そしてハンモックに寝てみるんでしょ。まあ、それはまあちょっと若干限定なんですけど、はい、うん、そして、こちらのですね、前売りチケット、ただいま絶賛発売中ということで、はい、大人2000円、うん、ちなみに当日は2500円ですから、うん、前売りで買うとかなりお得になります。学生が1500円、小中高校生が500円で、うん、未就学児は無料ということで、ぜひこの前売りチケットはどちらの方で。それはね、ネットで買えるようになってますね。ああ、なるほど。 あとそれ以外に女子会チケットっていうのがいくつかありまして、はい、それもホームページに書いてありますので、うん、ファミポート、ファミポートですね。ああ、はいはい、で手に入るので、はい、うん、それから東京方面からだと、うん、どこでしたっけ、近畿日本ツーリストさんでしたっけ。そうですね、そうですね、はい、のツアーがありますよね。はい、ツアーも組んでるんだ、はい、ということで、もう予定は空けておいていただけます。お願いします。お願いします、うん、前売りチケットをゲットして、で前売りチケットといえばっていう感じではないんですけども、こちらは整理券となっておりますけれども、じゃん、那須の大地とうとう来ますよ。そうね、あと一月切りました。んもう切りました、ね、あ、ちょうど、ちょうどだ、ちょうどですね。すいません、嘘つきました、うん、昨日ちょっと稽古を見てきましたけど、うん、いきなり歌を歌わされました、ね、那須の大地といえばね、もう木八ご覧の方は、これで知らないと言ったらもう潜りだと思いますけれども、なんと、なんとというかね、来週の木曜日は、2016年の夏の大地をもっと楽しむための番組ということで1年間やってきましたけど、 そうですね、うん、そのシリーズもまあ最終回なっちゃうよね、うん、ということで、うん、多分稽古の都合でちょっとどうなるかわかんないけど、ね、豊作さんは来てくれるのかな、うん、はい、うん、まあ、もうちょっとこれからは、劇団の方のねご都合とかでね、うん、あの、うん、本当に忙しい、そうですね、行き着く暇もないという時期なんで、うん、あまり番組側もちょっとね無理なことは言えないですけども、うん、あのもちろんあの木八の方でもちょっと、取材とか、行く予定になっております。で、それの入場整理券ただいま、配布しております。数に限りがありますので、予定枚数に達した場合は配布終了してしまうということで、早めにですね、那須塩原市の障害学習館、三島公民館、西那須の公民館、大山公民館、仮の公民館、南公民館、西公民館、黒磯公民館、黒磯文化会館、塩原公民館、ハロープラザ、で以上ですね、うん、はい、はい、ということで、早めにねこちら整理券をとりあえずゲットすることをお勧めいたします。去年はさ、アッコさんに言ってくれても手配してくれるって言ってた。まあそれ最後の手段なんであまり、ね、ちょっとここでなるほどね、はい、はい、あの正式なルートで、はいはい、正式なルートで、ね、裏口じゃなくてねということで、なぜでしょうか。もう5分も過ぎておりましたけど、はい、どこ引っ張りすぎたんだろうね。うん、まあ盛りだくさんでしたからね、耳より情報局もね、はい、うん、はい、ということで、じゃあ最後にね、益子さんの方から、
全国150万人の、コスプレイヤーに向けて、あ、違う、近い、あの、一言はい、じゃあ、まあ、何でも屋さんと呼ばれてますので、何かご困り事がありましたら、NCC の益子まで、お電話いただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。本日はですね、 NCC の、益子拓也さんにゲストに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週も来てください。来週は出すのね、最終回だよ。